今日午前、さいたま市で開かれた県民の日の記念式典で、今年のパリオリンピックとパラリンピック、それに冬季デフリンピックでメダルを獲得した県ゆかりの選手合わせて23人に賽の国功労賞が贈られました。賽の国功労賞はスポーツや文化などの分野で功績を挙げ、県民に夢と希望を与えた個人や団体に贈られます。今日はこの夏に開かれたパリオリンピックとパラリンピック、それに今年3月にトルコのエルズルムで開催されたデフリンピックのメダリスト23人に賽の国功労賞が贈られました。和光市出身の本木さくら選手はパリオリンピックレスリング女子62キロ級で金メダル、ゴールボールの4選手はパリパラリンピックで日本初の金メダル獲得に貢献しました。またデフリンピックのフットサルで銀メダルを獲得した4選手も受賞しています。オリンピックではたくさんの方に力を貸してもらい支えてもらったおかげで金メダルを獲得することができて、でそれをこのような光栄な賞で評価していただけたことをすごく嬉しく思います。埼玉県には本当に多くのことで、助けていただいてますし、金メダルを獲得することで恩返しできて、で素敵な賞もいただけて本当に感謝しかないです。埼玉県の所沢市が、ゴールボールの強化拠点となっているので、動画でもいいのでもうゴールボールについて、どんどん興味を持っていただけたら嬉しいと思っているので、今後とも よろしくお願いします。埼玉県には高校時代お世話になったので、このような形で恩返しすることができて本当に嬉しいです。フェンシングは見てるよりもやる方が楽しいというふうには自分で思っているので、多くの方に体験をしてもらいたいですし、そういう場を設けていきたいなというふうには今後思っております。